株式会社マルハンは、京都府京都市と東京都千代田区に本社を持つ、パチンコホール、マルハンを中心に、ボーリング場、アミューズメント、映画館も運営する総合エンターテイメント、企業である。半ン・ショウスケが1972年に設立し、2015年12月30日、現在、徳島県、島根県、沖縄県を除く、全国317店舗を展開する。 パチンコホール最大手企業で、創業者一族の同族企業でもある。2009年3月期に、売上高が2兆円を突破し、業界2のダイナムを倍以上上回った。企業ブランドメッセージは、人生に喜びを。株式公開を目指し、東京証券取引所と協議をした過去があるが、別のパチンコホール企業が、ジャスダックに上場申請した際に、 パチンコホールの営業形態には完全に合法とは言い切れない側面があり厳密な意味で投資家の保護を保障できないという理由で上場申請を却下された事例があることから日本国内での株式公開は今のところ極めて厳しいとされている各種レジャー産業にとどまらず金融業への進出も図っており2008年5月22日にはカンボジアで マルハンジャパン銀行を開業している。同行はカンボジアで初めて日本企業の出資により開業する商業銀行である。また、同行はカンボジア国内でシェア2位を獲得している。マルハンの丸はパチンコの玉を意味しているのはもちろんのこと事業展開をしているボーリングゴルフの玉も意味している。また、将来世界に飛躍する目標にイメージが重なった。 ことから、地球の形を意味する球体である丸、円満を連想させる図形を意味する丸から取っている。また、藩は創業者である、藩昌介の民族名から藩を取り、丸藩とした。陶器場の本店は、東京側である。ありがとうございます。